乾杯。韓国の建国記念日とされる今月3日の回転節を祝うこの催しには、宮城県をはじめとする自治体や日本に住む韓国人などで作る在日韓国民団などからおよそ230人が出席しました。会場ではキムチやキンパといった韓国料理が振る舞われ、出席した人は料理を楽しみながら交流を深めていました。多様な交流活動を基盤としたしっかりとした韓日交流の土台をより固めるため、これからも総領事館は引き続き皆様と共に邁進してまいりたいと思います。とてもいい日付日にちと美味しい食べ物なので、皆さん楽しんで行かれるので、それを見てると私たちもとても嬉しいです。主催の中仙台韓国総領事館は、日韓の国交正常化から来年で60年を迎えるにあたり、イベントなどを通じて日本との関係をさらに強化したいとしています。